ディートリヒフォン・アンハルト・デッサウは、アンハルト・デッサウ公領の公子で、プロイセン王国に仕えた軍人。最終階級は元帥。アンハルト・デッサウ公、レオポルト一世とアンナルイーゼ・フェーゼの三男として、デッサウで生まれた、ビルヘルム・グスタフ、レオポルト二世の弟。プロイセン軍に生涯を捧げ、後に、ロー・デッサウ人と呼ばれて、プロイセンの一時代を代表する将軍と、 みなされるようになる、レオポルト一世の息子として、ディートリヒも、当然のこととして、軍人の道を歩み、ポストも用意されていた。はじめディートリヒは、オランダ軍に入りたいとなったが、1718年に、プロイセン軍に転じて、中佐となり、父の、第三不評連隊に所属して、大北方戦争に従軍した。ディトリヒは軍務に対して優れた情熱と適性を、 示し、1722年には、第10不評連帯指揮官の地位を与えられ、大佐に昇進する。1730年には、連帯シェフとなった。1733年、ポーランド継承戦争が始まると、ディートリヒも従軍し、王大使フリードリヒと共に、プリンツオイゲンの威爆に加わって戦った。1738年、少々に任命される。 オーストリア継承戦争が開始された1740年冬、ディートリヒは、マルビッツ軍に属して先行する部隊の後に、シュレージエンに入り、諸方の都市の占領を担った。続く1741年4月のモルビッツの戦いでは、マルビッツの指揮下に、右翼不評第一戦列に位置して、旅団を指揮し、オーストリア騎兵部隊の猛攻に直面したがこれを支え切った。 その後、カルクシュタインの指揮の元ブリーク要塞攻略に参加し、6月にグロッカウで行われたオーストリア軍との捕虜交換では、オーストリア軍のレントゥルスに対するプロイセン側の代表を務めている。さらにその後は、時系レオポルト2世の指揮下に入って、内世の包囲に携わった。 クラインシュネレンドルフの密約による、内世明け渡しの後、ディートリヒは中将に昇進し、クロアシ勲章を授与された。1742年の命令における作戦で、ディートリヒはまず2月に、イグラウ攻略の指揮を任され、これを行った後ゼーロビッツで、ブリュン方位の後ろ巻きをしている、大王軍に合流した。しかし、ハンガリーから、オーストリアの援軍が侵入してきたため、 フリードリヒ2世はディートリヒにハンガリー勢の排除を命じて、不評8個大隊、騎兵30個中隊を与えた。ディートリヒはスカリッツやウンガリッシュブロートから続々と侵入してくる敵をハンガリーに追い返し、オルミュッツとの連絡線を確保した。しかし4月になると、フリードリヒ2世はメーレンでの作戦を断念して、主力部隊は、 米面に北上し、ディートリヒには、オルミュッツから上シュレージエンへの撤退を指揮するよう、命じた。追いすがるハンガリーの系譜表から構想される、傷病兵の車列を守りながら、ディートリヒは、イエーゲルンドルフとトロッパウの戦に交代し、増援部隊を率いた父と合流した。講和を挟んで1744年から行われた、第二次シュレージエン戦争では、ディートリヒは、 マルビッツ軍に属して再びオルミュッツ攻略を図るも、冬のプロイセン軍全面撤退によって上、シュレージエンに交代する。上、シュレージエンのプロイセン軍は、反抗を試みる優勢なオーストリア軍に直面し、さらにトロッパウを放棄して、ラティボルまで尻溶かざるを得なくなった。司令官のマルビッツが休止したためディトリヒが指揮を引き継ぐも、コーゼルまで交代を重ねたが、 1745年に、入ると、父が内いから反撃に出て、オーストリア軍を撤退させた。ホーエンフリートベルクの戦いにおいては、時系の指揮下に入り、弟モーリッツと共に、ザクセン軍を攻撃して敗走させた。戦勝後ディトリヒは、不評大将に昇進し、フリードリヒ二世軍に属して、米面に攻め込んだが、本国にあって、ザクセンを牽制している。 父の軍に増援として派遣される。父が、ザクセン軍に対して攻撃を開始した時には、ディートリヒは占領した、ザクセンの都市ライプツヒの守備を命じられた。ディートリヒは、兄弟の中で、最も詳細に恵まれ、フリードリヒ二世との仲も最も良かった。戦争終結後は所有する連帯の連土工場に、力を入れ、1747年には元帥に、除された。 しかし、やがて軍務にあぐんで、何度かの糸まごいの末に、フリードリヒ2世に許されて1750年に、デッサウに引退した。この時に、第10不評連隊シェフの地位も手放している。7年戦争にも参加していない。引退後は狩猟三昧の日々を送るが、1751年に、時系レオポルト2世が50歳で死去すると。 幼いおいレオポルト3世、フリードリヒ・フランツの貢献役となり、レオポルト3世の成人の宣言された1758年まで、アンハルトデッサウコ領の摂政を務めた。1769年、独身のまま67歳で死去。ありがとうございます。